ルルン号の後ろの扉を開けて荷物を積み下ろしするときに、ちょっと後ろが狭いもんでデッキを作ります。まあ、最初からこう自分でできるのは自分でやりたいっていう希望があったもんで、デッキ工事は自分でやります。ルンルン号の後ろのデッキの基礎と土台工事と基礎工事が完成しました。これであとは天板を張るだけです。これで後ろから乗り降りするときに、後ろが1メーター50ぐらいデッキがありますから、大丈夫ですね。きれいにできました。この部分は屋根をつけた方がいいのか、まあ当面はデッキだけですけどね。必要のようなら屋根をつけるようにします。我ながらうまくできました。これはローラーのが断然速いし綺麗になる。
じゃ危ないよ。ここでやめさえどういうところであんたがダメでお父さん仕事してるから、ダメ赤いのができちゃったな。あ、いいのができたね。はい、あらにこう踏んでるよね。これで探検できる、いいね、いいのができました、いいのができたね。でこれ上げても後ろね転げ落ちなくて済む、今回思ったよりいい風にできた。綺麗だね、うん、仕上がりが最高ないでしょ。うん、綺麗だわ。あ、これメーバーつけたら雨で流れちゃった、消えちゃった、水槽面が使えた。あ、本当だ、消えちゃった、ね、アラン君が、アラン君がよかったね。うん、好きだからね。あ、いい綺麗だわ。うん、綺麗、すごい。角を取った柱買ってきたんだ。あ、そうなんだ。あ、これがね、あ、だから綺麗なんだね。うん、最初は決まり材としたい。アラン君こっち向いてごらん。アラン君こっち向いてごらん、ほら。あ、すごいね。アラン、よかった、お気に入りの場所ができて。もともといた場所だからな、アランがな。うん、